はい、今回は以前出した動画の視線誘導について実際にレタッチに関しての方の、解説になります。まあビフォーアフターって感じで出して、その後に解説をしていきたいと思います。で、1枚目がカラマツかなが無表していた時の写真になります。まあ手持ちで撮影してたんで、まあ、暗めに撮っていて、まあ、手ぶれがねしないようにっていうことで、で、16対9の、アスペクト比で撮っていたんですけど、はい、まあ、どこが綺麗に感じて撮ったかっていうと、まあ、この木々の並びの部分が綺麗だったんで、まあ、ここを意識してやりました。で、構図的には、3分割を意識して撮ったんですけど、ちょっとイメージより、上が長かったんで、上下長かったんで、ちょっとそれをトリミングしたっていう感じにしました。で、実際にはこんな感じに、仕上げました。上下の方はトリミングをして、トリミングをして、で、トリミングは、まあ、3分割構図ので地面は合わせたっていう感じになってるんですけど、まあ、そこまで実際は、合わせてなくて、今見てみたら、ちょうど当てたっていう、感じです。まあ、こんな感じに合わせました。で、今回、この写真で目を活かせたいところは、まあ、この部分、中心の部分が主なので、まあ、ここを意識した時に、まあ、下のラインと上のラインっていうのを、暗くするっていうことをしました。まあ、それプラスサイドも落とす。今回暗くしたりとか、サイドを落とした場所、まあ、周辺の部分ですね。周辺の部分っていうのは暗くすることと、まあ、サイドを減らすっていうことを重点に置いてやりました。まあ、その逆、明るくしてサイドを上げるっていう行為をすると、まあ、中心の部分が、引き立つっていうことになりますよね。この中心の部分、まあ、この辺もそうですよね。目を活かせたい部分っていうのは、まあ、基本的に明るくしてサイドを上げたりとか、コントラストを上げるっていう行為をすると、目が行きやすいって思うので、まあ、その辺を重視して、やりました。まあ、基本はもうその2つですよね。明るくサイドを入れるっていう、まあ、その2つで基本成り立つので、まあ、それをできるように、やっています。はい、まあ、この2つだけとりあえず覚えておいてください。まあ、結構こんな感じにガラッと雰囲気が変わるので、まあ、レタッチっていう作業はすごく大事になります。まあ、日本の文化的には真実を撮るみたいな感じがあるんですけど、まあ、写真をアートとして、考えていくと、まあ、そういうこともいいのかなっていうふうに、ね、私は思います。はいはい、2枚目の、写真になるんですけど、これはヒヨドリバナっていう花だと思います。まだつぼみの状態で、ここからまた咲くんですけど、まあ、つぼみなんですけど、この丸い形、この丸い形が好きで、いつも、というか今年からか、狙っていました。で、これの場合、今回の場合、スタートとゴールっていう点でいくと、まあ、ここの部分がスタートで、ゴールがこの雲、こう視線をやりたいんですよね。なので、まあ、ここを重視してやりました。まあ、この撮ったものだけ見ると、なんかこう本当さっぱりした、ただの草と空の写真になるんですけど、それがレタッチをすると、まあ、こんな感じになります。はい、でレタッチをした状態がこれになります。
1X も、ね、パブリッシュ撮れたんですけど、さっきの画像も撮れたんですけど、まあ、こんな感じに周辺を暗くして、まあ、さっきと同じですね。見せたいものは明るくすると。うん。でもまあ結構ドラマチックになったと思うんですよね。まあ普通に写真で撮っただけだと目で見たよりもどっちかっていうとこうフラットになってなんか物足りない感じがあるので、まあそもそもね撮ったものだと、まあ、現実とのギャップでかいんですけど、さらにそこから引き上げて自分の世界を作り上げていくみたいなイメージです。で、同じようにやったんですけど、ここの部分 V 字型というか U の字型に下の部分は暗くして、上の部分はここ雲の質感が出るような感じなんで、ここの部分は暗くしたって感じですかね。はい。で、まあ色合いもね、落ち着かせて、今回は葉っぱの色をこの辺とかすごく、気に入りました。で、雲の部分、この質感が大事なのと、まあ、ここ光が溢れてるんで、こっち側に、まあ、その辺をレタッチでこうプラスしたっていう感じですかね。うん。まあ、言ってしまえばこれは花と本当空のみなんで、ドラマチックとは言えなかった状況だけど、まあ、雲の形が自分は気に入ってたんで、そこをゴールに持ってったっていう感じですかね。まあ、あとはこれ遠景まで遠くまでピントを合わせるために被写界深度合成して撮って見ますね。で、風もあったんで結構合成がね難しくて、手前の花が特にブレちゃってうまく合成できなかったんで、その辺をうまくねごまかして全体的にピントが合ってるような感じに合わせましたかね。あとさっきの写真とか今の、ね、作品とかもそうなんですけど、結構時間はかかっているんですよね、1枚作るのに。何回もレタッチをし直してというか、こう積み重ねるっていうんですかね、まあ、多分この写真なんてかなり5、6回はね時間を置いて何回もやって納得するまでやるみたいな、みんな1回で終わりにしちゃうとかね、そういうことあると思うんですけど、まあ、せっかくね自分で撮ってあげた写真なら自分しか仕上げられないと思うので、ぜひね時間かけて自分の納得するまで仕上げてほしいですね。はいはい。次が秋の写真で、山の中に小道があって、そこの奥行きが綺麗だったのと、まあ、木々のね並び、まあ、ちょっと地比が高かったんで、まあ、この並びを撮ってみたっていう感じですかね。で、この画像は一回、深度合成、ピント合わせるために一回レタッチをして、ピント合わせた状態の画像なので、もっと最初の時はもう眠たい画像で、もっと暗い感じなんですけど、まあ、最初はこんな感じみたいな、一応、例になるようなものを持ってきました。なので、もうちょっと眠い感じですね、実際は。画像的には。で、スタートとゴールっていう点では、まあ、ここの右の部分の木々から奥に道沿いにというか、行く感じになります。はい。まあ、この写真って、まあ、ちょっと、なんだろう、何か伝えたいのかな、みたいな。何が言いたいのかな、みたいな、こう、感じがするんですよね。で、自分もなんか、なんかこう、何がしたいか分かんないから、どうしようかななんて思ってたんですよね。で、これが、まあ、こんな感じになりました。
まあ、こんな感じですね。まあ、ちょっと飛び道具的な感じですね、やってることは。縦にこうブラシを入れて、んで手前の方、まあ、ここ5、ここスタートか。で、ここがスタートで奥に行く感じなんで、まあ手前のインパクトと、インパクトっていうんですかね、手前のこのブラした被写体、木々と奥の並んでるものとのギャップをつけることで、こう奥行きができる感じですよね。多分若干こう差別化されて、手前と奥が、で奥行きができて、なんか立体感ができた。さっきのね、のぺっとした感じとはちょっと違うのかなっていう。で、まあこれもブラしてなかったら本当のぺっとしてるんですけど、まあちょっと遊び心で使ってみたっていう感じで、今回のは、まあ、どっちかというと全体的に色とか明るさっていうのはフラットなんだけど、ブラスっていうぼかしの効果、いや、よく前ボケとかで玉ボケが後ろにあると被写体がとかポートレートとかでね、っていうところを、風景写真で使ったのがこんな感じなのかなって自分は思ってます。うん、なのでまあさっきやってたことは、まあ、暗くする、サイドを落とす、で今回はぼかすことで、視線を奥に持っていけるとか、目を行かせたいところに持っていくっていうこと、まあその逆、基本的に逆のことをすればいいっていうふうに考えてもらえば簡単だと思います。はいはい、次の画像が、まあ、池の周りで、まあ、歩いてた時に見つけた、倒木なのかなを撮った写真になります。で、まあスポットライトみたいに入ってた光が綺麗だったんで撮ったんですけど、まあこれ手持ちで17ミリかなで撮るために、まあ暗め、目いっぱい暗めにして、まあ黒つぶれちょっとあるんですけど、まあ、手ぶれしないように撮った写真になります。で、まあ、ここのゴールっていうのは、まあ、この手前のここから、まあ、こっちに行く視線、まあ、こっち光が入ってたんで、この全体的な部分、倒木ら辺の質感とか見てほしかったんで、まあ、手前のこの落ち葉だったり、まあ、ここも入るのかな、手前にこの辺も、ここら辺から斜めに上に上がっていく感じになります。まあパッと見というか、本当眠たいというか、何やりたいんだろうみたいな写真になってるんですけど、まあ、これをレタッチすると、まあ、こんな感じになります。はい、でレタッチしたのがこんな感じ。下の方は川が流れたというか、本当ちょろちょろ流れた川があって、まあ、その部分にもみじが、入ってたので、まあ、その辺のね、美しさというか綺麗な感じもあったんですけど、一番この手前のねもみじ、ここをやっぱ重要な感じがレタッチした時に気づいたんで、まあ、そこを重要視して考えました。で、まあ、周辺はね、とにかく同じですね。周辺は暗くしてサイドを落とすと、まあ、基本な感じ、自分の中では。はい、でスポットライトみたいに光が入ったんで、まあ、そこを重視して、中心の部分は、まあ、その雰囲気が出るような感じに仕上げました。これもシンプルに、まあ、それだけなんですよね。はい、こんな感じに、実際やっています。まあもう何枚か紹介しようと思ったんですけども、尺が結構いっぱいになっちゃったんで、こんなもんにして、またリクエストがあれば、こんな解説もしてみたいと思います。多分取って出しの写真なんて本当に、まあ、暗いし眠たいしみたいな、なんかそんな画像で
やってんだみたいな感じに思うと思うんですけど、まあ基本三脚は立てたくないんですね。めんどくさいし、構図が本当あんまりなんていうんですかね、自由に撮れないというか、こう一回置いちゃったりとか、高さ変えるのとか結構めんどくさいじゃないですか。その中でどうにかやろうとしちゃうんで、そこがならないように、なるべくこう重い腰にならないように、フットワーク軽くできるように、手持ちで、でも、まあ、被写界深度合成したい時とかっていうのはなるべく三脚も立てるんですけど、まあ、手持ちで多少ね 2、3枚ぐらいだったら合成できるんで、まあ、そのやり方っていうのも知りたかったら、まあまた YouTube の方に動画にしたいと思います。はい、でこんな感じでちょっと今日は終わりにしたいと思います。またなんか、質問とかあればコメントしてください。それではまた。